はい、どうも、花園クロージュです。今日はですね、リクエストをいただいてたチョコレートを食べたいと思います。ベイククレームブリュレっていうやつです。リクエストをもういっぱいいただきまして。10人以上、もっとかもしれない。とにかくもう食べてほしいと。僕も食べたいなと思いましてですね、買ってきました。パッケージに写ってるクレームブリュレがめちゃくちゃうまそう。焼き菓子みたいな味なのかな？表面こんがり、中はとろーり。クレームブリュレをイメージしたスイーツショコラですって書いてます。いただきましょうね。あ、そうそう、それとね、もう一個新発売で気になったものを買ってきました。北のチーズタルトっていう、これはね、カントリーマームのお菓子です。チーズとブリュレ、ね、僕の好きなものを2つ食べようっていう企画でございます。企画でございますってことはないけど、じゃあ開けようかな。よいしょ。あ、開けたらなんと袋です。袋でしたね。わ、見た目美味しそう。匂いがもうクレームブリュレ感半端ないで、ね、好きだと思うけどめちゃくちゃ甘かったですっていうねお話もいただいてまして、すっごい甘いのが得意なわけではない。あの、すっごい甘いのっていうのは、甘すぎるものはね、あんまり得意じゃないんですよ。こう見えて甘いものが好きですけどね。とにかく香りがブリュレ感。いただきます。あ、美味しい。確かにめっちゃ甘いけど美味しい。外カリッとしてて、表面の殻を破って中が下にポトッと落ちるともうとろーってとろけますね。ここが熱いからか、そういうわけじゃないと思うけど、ブラックコーヒーとか渋いお茶とかが必要な気がする。美味しかった。教えてくれて皆さんありがとうございます。ハチハンサムですね。あとでゆっくり食べますね。次、北のチーズタルト食べます。北チーカントリーマーム、キタチ北海道産クリームチーズ使用。ちょっと高めなんだよね、これね。開けます。あ、開けたら皆さん袋です。こんな感じです。おお、これうまそう。あー、チーズっぽい匂いが結構する。チーズとバターの香りって感じですね。いただきます。一口でいきますよ。これはうまい。すごいチーズとバターの香りが強くて、匂いだけじゃ分かんなかったんですけど、口に入れて噛んだらね、こうレモンの爽やかな風味がふわっときて、結構重いのかなと思ったら全然そんなことない。もう次々食べれる。これはチーズも美味しいで、しっとりした生地、これトースターで表面をこうジュッて焼くとまたね、香ばしい感じにもなりそう。これすごいいいです。チーズ中北海道産クリームチーズ 70% 使用、製品中レモン 1.6%。 1.6% とは思えないくらい香りがありましたね。ただね、2個しか入ってないんですよ。結構そこそこ高かったのに2個しか入ってない。でもやっぱその分その分美味しいですね。温める場合は個層から出してねって書いてます。このシリーズね、あと2つ、なんかチョコレートのやつとなんかもう1個ぐらい、3種類発売されてたんですけど、この北のチーズタルトしか売ってなくて、まあ僕これだけ食べれりゃいいやみたいなとこあったんで、これだけ買っちゃいましたけど、もし他のやつを見つけた方はね、それも食べてみるといいんじゃないでしょうか。すごい美味しいです。多分他のも美味しいんじゃないかなと思いました。はい、というわけで、まあ今日はちょっとさらっとね、甘いものを2つ、まあどちらも美味しかったですけど、北のチーズタルト、あ、点数いってなかったですね。北のチーズタルトはなんと10ハンサムです。ベイクもね、美味しいです。本当にクリームブリュレみたいで美味しかったんですけど、まあちょっと甘いですよね。8ハンサムみたいな感じですね。よかったら食べてみてください。どちらもコンビニで今買えると思います。ぜひ。というわけで以上、ハンサムクロージュでした。バイバーイ。